ニス始めたきっかけです。きっかけはもともと野球やってて、はい、あ、野球やってたんですね。伊織さん行動力やばくないですか。もうすぐ行くんですか。海外に行ってあっちで試合に出ながら中毒になると思う止められなくなるっていうか当時はでもテニス YouTuber っていうの気にかかってない、その枠自体がなかった。一人だけ上がるってよりもみんなでこう上がっていった方が、うん、絶対盛り上がって盛り上がっていくんで、うん、はい、これから伊織さんと伊織さんにちょっと質問を何個か投げかけていきたいなと思います。よろしくお願いします。まず一つ目なんですけど、はい、出身地と今の拠点を教えてください。出身地は大阪、もともと関西で、はい、大阪、はい、で、拠点は、まあ本当、地球です。いや、けど本当に拠点がなくて、はい、まあ、基本本当に今後拠点を海外にしていこうと思って、うんうん、日本にいるときは、はい、まあ、千葉、僕、北沢なんですけど、ちょっと、はい、いろんなもう埼玉、まあ、こう来たりとか、うん、って感じで、神奈川行って、藤沢行ったりとか、あ、そうなんですか。で、いろんな選手と練習したりとかして、うん、今後、まあ、ちょっと日本に帰ってきたときに、まあ、どっかアカデミーに入ろうかなと思って、やっぱそっちの方が練習量いいじゃないですか、やっぱり、うん、って感じですね。なるほど、はい、そうなんですね。でも大阪からこっちは、家族の転勤とかですか。そうです、親がすごい、あ、自分の親父が結構転勤する仕事をしてて、はいはい、大阪行って、シンガポール行って、千葉来たって感じ。あ、そうですね。で、セルビアは自分で一人で。へぇ、そのシンガポールにいたっていうのが、僕の後輩で、マスターコウキっていう。あ、コウキ。はい。コウキと仲いいです、普通に。そうですよね。はい、話結構聞いてて。あ、本当ですか。コウキともともとバンコクキャンプで、部屋も同じで。へぇ、すごい。ちっちゃい頃仲良かった。あ、そうなの。まあ、今は普通に会ったら普通に挨拶する。へぇ、はい。今度コウキともコラボしていいじゃないですか。じゃあぜひコウキお願いします。ちゃんと見とくように。行きます。はい、お願いします。はい、2つ目はテニス始めたきっかけです。きっかけはなんかもともと野球やってて、はい、あ、野球やってたんですね、はい、へで、そのシンガポールって本当お金持ちとか関係なしにコンドミニアムに大体テニスコートあるんですよ。へー、もうで一軒家がないんで、ほぼシンガポールって、はいはい、でコンドミニアムにテニスコートあって自分 上から見てて、うん、まあ、簡単そうだなと思ってプレーしたら難しかったんでハマったって感じです。へー、で野球やめてテニスやったみたいな。あ、そうなんですか、はい、何歳ぐらいからがっつりテニスやるんですか。11ですね。11なんですね。11ぐらい。それまでずっと野球やってたんで。ああ。じゃあ、比較的選手としては遅い方ですね。かなり遅い選手ですね。はい。もう本当ガチでやったのも11歳後半とか。12歳ぐらいからガチで試合回り始めたんで。あ、そうなんですか。そうです。結構遅めかもしれないです。遅めっすね。はい。で、関東ジュニアにどうしても出たいって言ってたんですけど、うん、まあ、出れなくて、うん、まあ、セルビア行ってって感じです。ああ、はい。行動力やばいっすよ。いや、でも、そのちっちゃい頃はやっぱ、親父とかお母さんの手助けもすごいたくさんあったんで、はい、そうですね、まあ親に感謝ですけど、あ、うん、でも関東はやっぱりレベルが高かったですもんね。はい、そう、層がやっぱ厚かったんで。YouTube 始めた時期も3年前って本当に選手でやってた時全然いなかったですもんね。全然いなかったです。当時は一人やってたのが佐藤翔吾選手、はい、でしたね。そうですね、翔吾さんと伊織さんで、そうですね、僕でやって僕でしたね。で、それ以外は智也さん、ゴンちゃん、はい、ケンジのケンさん、あ、ケンさん、マッチュ先輩だ。あ、マッチュ先輩。マッチュさんはあれですね、大学で選手活動やりながら当時やってました。先駆けですもんね、テニス YouTuber の。もう当時はでもテニス YouTuber ってか気にもうなかったね、その枠自体が。そう、なかった。なかったんですよ。なかった。けどみんな増えてきてテニス YouTuber っていう枠ができて、なんかたまにツイッターであるじゃないですか、ランキングみたいな。あります。あるじゃないですか。ああいうのができましたね。うん、だからすごい盛り上がってきてるなっていう。うん、だからみんながみんなやっぱチャンネル登録多分上がっていけば、はい、より本当テニス自体も多分大きくなっていくと思うので、でも一人だけ上がるってよりもみんなでこう上がっていった方が絶対盛り上がってきます、ね、盛り上がっていくんで、でやっぱやってる人たちが全日本とか出てたりしたら、はい、どんどんね日本の大会だって盛り上がるだろうし、ね、そうだからやっぱ格闘技はそうじゃないですか。そうですね。やっぱ朝倉未来さんだけじゃなくて、やっぱりその他の選手もやっぱり子があって、うん、だからやっぱストーリーが生まれてだと思うんですよね、うん、だからやっぱみんながみんなこう上がって上がっていけばもっとテニス界も変わっていくのかなって確かに思います、ね、確かに、はい、やっぱ目指せば100万人じゃないですか、うん、まあ、YouTube で言うとですよ、うんうんうん、まあテニスで言うともちろんグランさんもですけど、はい、お互い頑張りましょう。本当に頑張りましょう。そうですね、本当に。はい、あ、憧れの選手、あ、ジョコですね。やっぱジョコビッチ、やっぱり、はい、やっぱ彼の、まあ、もちろんコートでは結構やっぱいろんな意見あるじゃないですか、はい、ラケット投げたりとか、うんうん、まあ、いろんな意見ありますけど、うん、やっぱり本当オフコートでは、うん、あんまメディアでは出てないですけど、うん、まあ、ファンサービスがすごいんで、
ュニアの、はい、すごい有望なオワキ兄弟って分かります分かります分かりますオワキ兄弟が一回セルビアで僕と同じになって、うん、ジョコビッチ選手の試合見たんですけど、はい、最後試合終わった後にオワキ兄弟がラケットちょうだいって言ったら、はい、もうすぐラケットあげて、それもまた面白いのがラケットちょうだいであげたんじゃなくて、はい、後で試合終わったらあげるねって言って、うんうん、でさ決勝ルブレフ選手に負けちゃったんですよ、はい、でめちゃくちゃ多分ジョコビッチ選手悔しいのに、うんうんうん、その後にわざわざオワキ兄弟のとこ行ってあ約束してたプレゼントねって言って、サインまでしてマジですかだからやっぱりいや負けた後でもそれできるそうそうで僕とかもやっぱこう楽天オープンで、うん、わーってやってくれて、はいはい、ただこうテニスやるだけじゃなくて自分からこうトークしてくれたりとか、うん、カメラ持ってくれたりとかしてやっぱああいう人柄とか、はい、ガッツに憧れてますねいやあれ僕もあの動画見てめっちゃ興奮しましたもん伊織さん行動力やばくないですかいやでも自分ではそんな意識ないんですよねまあ本当に、まあ、自分が好きなことを、うんただやってるだけなんで、まあ、それが行動力につながってるのかもしれないです、はい、でもやっぱそういうところを毎日が強化してやっぱスポンサーさんとかもたくさん応援してくれてる方いますねそうですね本当にそこはすごい感謝です、うん、スポンサーもいやすごいなと思います、はい、ありがとうございますテニス以外で力入れてることって何かあります好きなこととか好きなことってことですか、ね好きなことミーティングですねミーティングっすかガチですこれガチミーティングはい、風呂ミーティングです お風呂入りながら、はいはい、今後の人生の設計について、はい、人と語るのが大好きなんですへえ。それをチームと語るのがすごい好きで、はい、特に馬場さんとね毎回もうお風呂お前ら本当に危ないぞってぐらい風呂に入って3時間ぐらい熱弁するんですよマジっすかはいそれはもう全てにおいてですへえ。もうテニスでも、うんうん、もう恋愛でもはい、もうお金でも YouTube でも、うん、自分がこうこれを欲しいっていうものに対してミーティングするんですよ、はい、へえ。俺はこうなるんだみたいなああなるほどね それが楽しいですへえ。それ考えるのがすごい好きですそうなの、はい、だからなんか俺 YouTube とか好きなのかもしれないなんか4万人で、うんうん、これどうやって100万人いけるのかみたいな、うんうん、そうやって考えるのがすごい大事です馬場さんも結構がっつり語るんですかいやもうな長いっすよねで1回なんかそのだいぶ前ですけど夜の12時から朝の5時そんなにすかいやそれは実際体に良くないんですけどあれ気づいたら5時になったんですよへ、えーすごい多いお茶の2リットル買っといたんですよみんな2人飲んでしかも2本、はい、2本全部なさいましたやばいっすよでチームでそれができるってめっちゃ大事じゃないいやそうなんですよね、うん、それすげえ思いますなんかチームってやっぱ自分のこと一番信じてくれてますし、はい、一番的確なアドバイスもらえると思うんですよ、うんそれをやっぱなんかただの友達とかにやっちゃうとやっぱなんていうんだろうなその人たち悪く言うわけじゃないですけど嫉妬心も出てくると思うんですよね、うん、本当に思ってないことを言う時もあると思うんですよ、はい、だからそういう人たちとは俺ミーティングしないんですよもう自分のことを信じてくれてる人だけにミーティングするなるほどなるほど、はいはい、それがねなんとなくコーチって立場と、はい、の人とそこまで話せるっていうのはいいですよねそうですねより自分の考えに合ったアドバイスというか、はい、こう声かけをしてくれるようになりますね、はい最終的なじゃないですけど、はい、目標とか夢っていうのはどういったものなんですかやっぱグランドスラム出て、うん、でプラスやっぱり花がある選手、うんうん、やっぱみんなが注目してくれて、うん、みんながやっぱ話題にしてくれる選手、うんまあ、やっぱそれは、まあ、数字も大事ですしやっぱ YouTube のチャンネル登録数も大事ですし、うんまあ、そうですねそういう選手になりたいなっていうのが目標です、うん、そうなんです一番最終的なゴールとしてはそうです逆にグランドスラム目指さなくなったら自分はテニスやっぱやめるつもりなんで、うんはい、やっぱそこを目指し自分がなりたいなと思ってる以上は選手活動を続けるなるほど、はい、グランドスラム言ったじゃないですか、はい、どこが一番好きですか US オープンですねわー US オープンもうはしゃぎまくりますもうはしゃぎまくります登場からもうめちゃくちゃやっぱ違いますねやっぱ楽天オープンとか行くと、うんみんなしけてるっていうよりもみんな気使ってると思うんですよああ分かりますなんかやっぱうえーって叫ぶと、はい、こう見られるじゃないですか見られるだから気使ってるっていう、うんま、日本人のいい部分でもあるし悪い部分でもあると思うんですよ、はいはい、外国人はみんながもう騒いでるから俺も騒いじゃっていいんじゃないかな分かります分かりますよねだからお祭りみたいな、うん、それをやっぱ日本の楽天オープンでもお祭り感覚にすれば、うん、俺はまたテニス界ちょっと変わると思ってますあ確かに、はい、ジョップとか全日本選手権とか、まあ、今年の全日本選手権も僕初めて出ましたけど、はい、今までは見に行く立場だったんですよ、はい、やっぱりインドアになってよりこう近くなったから、はい、あのなんだろう盛り上がりとかっていうのはやっぱある選手によってはすごいあったりとかして、はい、少しずつ盛り上がってきてるのかなとか、はい、
そうですね、やっぱ最近 SNS どんどんこうみんな使うようになってきてるじゃないですか、はい、それで選手のこと知って少しずつ来る人は多くなってるのかなって、はい、そうですね、そうですね、ちょっとずつやっぱりみんな自分のやっぱりもともとこうはあると思うんですよ、ティム選手って、うん、やっぱ結構変わった人多いじゃないですか、はい、いい意味で、うん、ただそれをただ出してないだけだと思うんで、あと出して人に認知してもらえれば、うん、すごいいいと思います。そうですよね、はい、だって男子全日本出るうちの100人に100人のファンついてたら1万人会場来ます、ね、そうですね、そうです、はい、女子もいるからそれ2万人で、はい、そういうのができたらいいですよね。そうですね、うん、僕今回全日本出て僕のコートだけで多分2、30人マックスいたんですよ、はい、それでもうめちゃくちゃ盛り上がって、はいはいはい、うわもうこれだと思って、はい、これをもっと大きくしたいと思って、それ1万人来たらもうやばいっすよ、やばいっすよね、はい、もう多分中毒になると思う手に攻められなくなるっていうか僕団体戦とかすごい好きで、ああいう感じに近いというか、そうですね、うん、みんなに応援してもらってるというか、確かに応援に応えるためにまたこう自分も頑張るみたいな、だからああいうのをもっとね、選手たちがこう作り上げていけたらいいんじゃないかなと、そうですね、思います。テニス界そうなるといいですね、うん、ぜひ皆さん来てください、会場本当に応援めっちゃ力になりますもんね。そうですね、はい、来年の動きって大まかなスケジュール感っていうのは、はまず海外に行って、うん、あのもう11月もうすぐ行くんですよ、海外に、はいはい、海外に行ってあっちで試合に出ながらアカデミーに行って、もうほぼ海外に拠点を移すのかなっていう、はい、感じですね。へえ。また新しいちょっと扉を開ければいいかなっていうふうに考えてます。へえ、はい。向こうの ITF 出る？あ、ナショナルトーナメントも出ます。こっちでいうジョップみたいなのを。なるほどなるほど。いろんな場所で出て、はい、もちろん ITF も出ていく、はい。ただ僕肩があれなんですよ。はい、だから。ITF でさすがにこの肩で行くともう本当にボコボコにされるだけなんで、まずはナショナルに出つつ、はい、肩が治ってきたら ITF を挑戦したいなって。ああ、そうなんですね、はい、はい、セルビアって ITF のレベル感というか、はい、どうなんですか、テニスのレベルですか、はい、いやでも差が激しいセルビアは。そう、日本はやっぱジョッピ行ったら大学生ってみんな上手いじゃないですか、上手いですね、で、こんな感じじゃないですか、うん、セルビアはもう上手い人とまあ、弱い人の差がめちゃくちゃ激しい。そうなんですか、はい、じゃあ1、2回戦めっちゃ楽で3回戦はもうマジ強いみたいな、まあ、ナショナルで言うとそんな感じ、はい、まあ、もちろん ITF とかになってくるともうめちゃくちゃみんな最初から強いんですよ。ああ、そうなんですか。僕もこうやっぱ海外に出ていきたいって思いがあるので、はい、やっぱそういうセルビアとか、うん、やっぱ絶対一緒に話していきたい。絶対合ってると思いますよ。マジですか。もう 100% 合ってると思いますよ。でそれもなんか友達と行くんじゃなくて多分一人で絶対行った方がいいです。うん、英語とかも多分めっちゃ喋るようになりますし。英語喋りますか？いや、全く喋れないけど、一人で行ったら絶対喋ります。だって行動力もあるし、コミュニケーション能力もあるじゃないですか。で、笑顔じゃないですか絶対にすぐ、英語なんかもうすぐマスターで、はい、その英語、いおりさん英語向こうに行ったから上手くなったんですか？そうです。最初は全然喋れない。全く喋れないです。あっち行って、何も分かんないんでとりあえず喋んないといけないじゃないですか、はい、その環境が大事で、で、喋ってたら勝手に覚えるんですよ。へぇ、書くよりも、はい、だから勉強なんて一回もしたことないです。あ、マジっすか。はい、そのどういう入りというか、はい、どんな感じでこう慣れていくんですか。その話すって言っても、はい、やっぱこう何か辞書を見るとかっていう勉強方法があるじゃないですか、はい、最初悪口から入りましたね。悪口から入りまあセルビア語で言うと、まあ、いろんなバッドワードがあるんですけど、はい、バッドワードで入ったらみんな笑ってくれるんで、うん、お前おもろいやつだなってなって、うん、一緒に歩いて行って、なんかわかんない言葉あったら携帯か、うん、聞くって。それ何みたいな。それ何みたいな聞いて、やっていくってやったらすぐ覚えます。へー。みんな悪口から入るよね、絶対。普通の人多いじゃん。ね、絶対そうだね。本当にふざけてる話で。悪口から入って、はいはい、もうこうじゃれ合って、うん、なんか仲良くなってみたいな。で、まあちょっといろんな単語を知っていくみたいな。知っていってことすぐ覚える。へー。ちょっと僕全く英語できないんで、はい、本当に中学で、はい、まあ、これは無理だと思ってだって勉強するじゃないですか中学って、喋、はい、んないじゃないですか。それがダメだと思います。喋んないとダメです、英語は絶対に。なるほど、はい、じゃちょっと試します。試してください、実践します。ぜひ最後に僕の視聴者さんに向けて一言何か。一言ですか。なんかね、チャンネル登録お願いします。いや本当にいおりさんのチャンネル登録してください。はい、ぜひ。なんか
僕が多分高橋選手だってみんな高橋選手が大好きでチャンネル登録してくれてるわけじゃないですか。僕が多分なんか僕が言えるのはチャンネル登録してくださいみたいな。いや本当はめっちゃいい人なんで皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれで終わりたいと思います。コロンゲーコロンゲー。ありがとうございます。To speak, just know you're all I need.